陣の世、そして王道。それは不正室の天才諸葛亮が劉備に指し示した道しるべ。だが現状の劉備の力では陣の世など幻に過ぎない。再び慶州に攻め入った曹操の大軍がその現実を物語っていた。 この危機は諸葛亮の知略で切り抜けたが、劉備の前途は暗かった。劉表が没し、後を継いだ劉宗が曹操に降伏したのである。守るべきものを失った劉備は曹操軍を避け南に向かう。この一刻を争う行軍はなぜか遅々として進まなかった。 劉備は慶州の民と一緒に逃げていたのである。劉備に救われた人々、劉備の人徳に惹かれた人々、陣の世を共に目指す同志を劉備が見捨てられるはずはなかった。そしてついに長藩の地で劉備は曹操軍に追いつかれてしまう。 取り残されているようです。だが曹操軍よりも早く見つけ出さねば。助けてくれ。 助けてください。
とうございます。劉備の跡取りを探せ。こらえて見かけたという話だ。王の中でご辛抱ください。必ずお守りいたします。これ以上ここに留まる必要はありません。馬を使いすぐに撤退しましょう。決したいやつはいるか。暴れるぜ。Yeah.
将兵らの士気も高まりましょう。今は引いておこう。だが次はない。